になりましたので始めさせていただきます。改めましておはようございます。おはようございます。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまから3月の定例市長記者会見を開催させていただきます。本日は市側で日村副市長が10時からの市長会連合会政府会長会出席のため途中退席をさせていただきます。それからここで会見に入らせていただく前に静岡新聞の関本様と SBS の岩崎様が3月15日をもって移動されることになり、また今月より朝日新聞の長谷川様が着任されましたので恐れ入りますがそれぞれお言葉をいただきたいと思います。お願いします。すみません、会見の前に15日付で静岡の本社の方に戻ることになりました。2年半あっという間でしたけど本当に皆さんお世話になりました。思い出はたくさんあるんですけど、また多分取材に来ることもあると思いますし、またここに残る記者の皆さんが皆さんのことが街の言い方とかそういうのを発信するのをまた一つにさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。同じく15日付で今度は静岡市の市政の担当で、移動の移動を受けます。強くなりました。まず個人的なところから言うと、この3年間掛川にいる間に子供が生まれまして、はい、で本当に子育てしやすい町だなっていうのを実感しながら、こうやって静岡市で掛け足で仕事をさせていただいたわけですけれども、仕事の中ではいろいろ希望農家しかり、それから防災なんかは私得意なものですから、そのあたり、それから町づくり、いろいろ地域の形頑張ってる様子を取材させていただきまして、本当にいい町だなっていうのを実感しながら、本当離れるのは名残惜しいんですけれども、今度私40代から一気に20代の若者に若返るんですが、はい、また4月春はいろいろイベントも目白押しですので、早速応援に来るんじゃないかななんて思ってます。またこれからもぜひいろいろとよろしくお願いします。朝日新聞の長谷川です。よろしくお願いします。出身が旧竜陽町、岩田市でありまして、岩田南高校でですね、60歳になって、距離で記者ができることで大変喜んでおります。浜松の経済と掛川関連のニュース担当ということで、普段は浜松にいます。今まで2人やってたのを1人でやれと、なかなか仕事も厳しいんでそうになってますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは市長から話題提供を申し上げます。はい、改めましておはようございます。今の3人の方から話がありました。杉山さんと安さんは人工ですね、他の地で、お仕事をされるということで、あります。その地に行っても、掛川市を可能な限り情報発信をしていただきたいと、こういうふうに思っていますので、向こうでも頑張っていただきたい。それから長谷川さんにつきましては、新しく着任をされたということであります。掛川のいいところをぜひ取り起こして、いろんなご意見もまたいただければと思っております。じゃあよろしくお願いいたします。それでは私の方から次第にもあります通り、市長の話題提供ということで、一つはシティプロモーション、掛川モデルの推進、これは以前にも少し議会の関係でお話をさせてもらっていると思いますけど、それから2つ目が共同のまちづくりの飛躍に向けてということで、この2点について、話をさせて、いただきたいというふうに思います。はじめにまずシティプロモーション掛川モデルの推進についてということであります。資料がついていますが、資料 1-1 ということで、これも私は聞いたことがあるんだろうと思いますけれども、2月市議会の定例会の冒頭の施政方針において申し上げましたけれども、将来にわたって持続可能な町づくりを推進するためには、まずやっぱり交流人口の拡大を最重要課題の一つとして取り組む必要がある。それには
まあ、個人それから企業に掛け合わせを選択してもらうということが必要であるというふうに思います。まあ、そうした意味から、まあ、来年度でありますけれども企画政策部にシティプロモーション課を設置をしまして、掛け合わせの魅力を、まあ、積極的に情報発信しておいくということ、まあ、企業誘致、人口流入ゾーン、まあ、こういうために、情報発信をしていこうと、まあ、効果的にシティプロモーションを推進するということのためには、まあ、掛け合わせの持つ地域資源を再発見、改めまたその改めてそれを、掘り起こして磨いていく、磨き上げると魅力を磨き上げるということに取り組む中で情報発信をしていくということが重要であるというふうに思っています。そのための仕組みとして、まあ、シティプロモーション課を事務局として、まあ、シティプロモーション共同市民会員資料1の1についていますけれどもを新たに設置をし、市役所の各課、それから企業、大学、地区まちづくり協議会、NPO 等に、推進を お願いをして、オール掛川で、国内だけでなく世界に向けて、まあ、プロモーションを展開していきたいと、こういうふうに思っております。それからもう一つは世界中に、輝く掛川応援大使を配置をして、掛川市を国内外に向けて、強力に売り込んで、いきたいというふうに思っております。まあ、これについては今月の15日とかレクイエムコンサートが開催をされますので、まあ、その折に、バチカン市国からモントリーデル枢機卿とそれから昨年姉妹都市を提携したペーザロ市の副市長が掛け合いに来ますので、まあ、枢機卿には、名誉応援大使それからペーザロ市長それからオーケストラ総裁には応援大使に就任していただけるような働きかけをしていきたいというふうに思っております。まあ、これからは国内外で活躍される方へ、まあ、積極的に就任をお願いをしていきたいと、やっぱり人のつながりをしっかり取るということが、企業誘致にしろあるいはいろんなことをお願いするにしろ、まあ、大変重要なファクターになっているというふうに思っております。以前にもお話をしましたけれども掛川市がソフトバンクの、ペッパーを、全国の自治体の中で17自治体が選ばれました。これはしっかりしたプレゼンテーションを応募して内容が良かったということが一つでありますけれども、ソフトバンクの 役員にも、まあ、つながりがあったということも、まあ、結果としてはいろいろ大きな効果につながったのではないかなというふうにも思っておりますね。そういう意味では、まあ、いろんな世界の今とりわけ、お茶でありますけれどもお茶の輸出展開を、まあ、基礎自体も、いろいろな知恵を出しながら取り組みを進めておりますので、やはり姉妹都市関係の人のつながりで、お茶の販路拡大につながっていこう。人のつながりがないところに漠然と情報発信しても なかなか効果が上がらないというふうに思っています。大使になってもらってその人が情報発信をする、あるいはその人がその世界のその地域の情報を掛け合いに提供してもらう、こういうことをしっかり進めていきたいというふうに思っております。まあ、そういう意味では29年度はシティプロモーション課を新設しましたので、これを中心として、全力で共同による
シティプロモーション掛け合いモデルの仕組みを作っていきたい、まあ、それが資料1の1であります、また入稿していただきます。それが2つ目の共同のまちづくりの関係でありますが、共同のまちづくりをさらに、全庁体制で、進めていくために、まあ、来年度から新たに、市民共同部を設置し、います、まあ、改めて共同のまちづくりの、考え方を整理をしましたので、まあ、お話をさせていただきたい。まあ、資料は1の2でありますけれども、共同の取り組みについては、まあ、現在は全国のどこの自治体でも共同ということでいろんな取り組みを進めておりますが、掛川市が目指す共同のまちづくり、資料の1の2の1番で1でありますけれども、本市が目指す共同によるまちづくりということでありますが、これは市民も公共サービスの担い手として明確に位置づけ、市民自治によるまちづくり、まあ、新しい公共社会を実現しようというもので、あります。これまではその仕組みとして、そこにも位置に気づがありますけれども、自治基本条例をはじめとする、まあ、各種の条例を整備をいたしました。まあ、昨年、それらに基づいて市内、全地区で地区まちづくり協会が立ち上がりました。31の地区であります。全地区でまちづくり協会が立ち上がりましたので、これからは実践の段階として、地区まちづくり協会や、NPO が市とともに公共サービスを担うことができるようなそういう環境整備に努め、成長を支えていきたいと考えております。資料の中の2つ目です、左側の2つ目でありますけれども、共同によるまちづくりを進める具体的な取り組みが法整備、条例整備等々が、それから資料の3、共同のまちづくりの成果でありますが、まあ、いくつもの掛川モデルといいますか、これを作り合えることができ、また利便に気を使うと思いますけれども、地区まちづくり協会、それから NPO 企業等のさまざまな活動事例を掲載をさせていただいております。またご覧いただきたいと思いますが、長い時間をかけて共同のまちづくりの必要性を発信し、地域と話し合いを行ってきた成果として、まあ、最近、まあ、地域で、公共サービスを担っていただこう、行こうという、まあ、機運が醸成されてきたのではないかと感じております。もう20年の昔の話をして恐縮ですけれども、私が大阪町の助役をしてた時に、道路に、猫が死体といいますか死んでいた。で役場に連絡があって、いやその猫の死体を役場で片付けに早く来てくれっていう電話が、まあ、その直接私、早く役場に出てたもんですから電話を取ったんですけど、猫は、一般廃棄物だから市がそれを除去してどっかに埋設する。で私が電話出て、お宅はどの地域ですかって、まあ、県道のほとんど農地なんですよ、農地。
なんで悪いけど、そのまあ、あなたがちょっとすぐ穴を掘って埋めていただければいいじゃないかっていう話をしました。多分だいぶお叱りを受けましたけど、これはまさにもういろんなことを行政がもうその責務でやるべきだという、まあ、ある意味では高度成長で税収がどんどん上がってきたときに、公務員はパブリックサーバントだというような思いから市民の皆さんもそういう形で行政にいろんなことをお願いしてきたという時代が当時20年ほど前あったと思います。今ここに来て税収もいろいろ、まあ、大変だったということもありますけれども、それぞれが地域の課題については、まあ、共同して解決をしていこうという、まあ、機運が、まあ、だんだん出てきたというふうに今感じております。まあ、今後でありますが、共同のまちづくりが実践段階に入ってきましたので、まあ、来年度新たに市民共同部、多分共同部という部単位で共同を推進していく自治体はまだないというふうに思いますが、市民共同部を設置し、地域自治や市民活動などの、まあ、市民生活の質の分野から文化とかスポーツとか観光交流、こういう人の交流を作る分野を、まあ、一体的に推進をしていくということで、交流人口の拡大や各分野が成長できるように進めていきたいと思っています。そして先ほども申し上げましたけれども、シティプロモーションをオール掛川で推進をしていく、共同のまちづくり開花の年から飛躍の年となるよう、まあ、引き続き共同のまちづくりを根幹とした市政運営に努めていきたいと。この共同のまちづくりと、国が3年ほど前から地方創生ということを言ってきました。まあ、地方創生はいろんな地域の主体が連携して一緒になって地域創生に取り組んでいこうという国のそういう方針でありますが、初めて国が地方自治体が主体的になっていろんな課題解決まちづくりを進めていこうよという、本来国主導であったものがある意味では地方分権という考え方に基づいて、まあ、政策が進められたのかなと。まあ、それを掛川市は、まあ、より一歩早く共同のまちづくりということで実践をしてきたというところであります。まあ、そういう意味ではこの共同のまちづくりの掛川の取り組みを、まあ、改めて全国にも発信していかなければいけないというふうに思っております。私から以上であります。本日は本年度最後の定例記者会見であります。本年度も多くの取材報道をしていただき本当にありがとうございました。4月以降もぜひよろしくお願いします。その他のものについては担当の方からお願いします。続いて報告事項を申し上げます。はじめにイタリア・ゼータの市副市長とバチタン市国スヌピ教の掛川市訪問について文化振興課補課からご説明申し上げます。文化振興課です。よろしくお願いします。資料 2-1 をお願いします。イタリア・ペイザロ市副市長とバチカン市国スヌピ教の掛川市訪問についてご案内です。この度、掛川市・ペイザロ市姉妹都市交流記念事業東日本大震災復興支援チャリティーコンサート、バチカンより日本へ祈りのレクイエム日本公演2017ロッシーニ歌劇場管弦楽団来日公演に合わせ、イタリア・ペイザロ市副市長とバチカン市国スヌピ教が来日し掛川市との交流を深めます。訪問者につきましては、イタリア・ペイザロ市副市長、ダニエーレ・ビミニ氏、およびバチカン市国枢機卿、フランチェスコ・モンテリーゼ氏です。日程につきましては、ペイザロ市副市長は3月13日月曜日から、バチカン市国枢機卿は3月14日火曜日から掛川市にいらっしゃいます。
主な行事につきましては記載の通り、1点目に柿川市長表敬訪問及び市内視察、2点目に記念植樹、3点目に歓迎会、4点目にレクイエムコンサートが行われますので、資料に基づき関係各課から説明します。障害学習共同推進課です。よろしくお願いします。資料 2-1 の裏面をご覧ください。イタリアからの一行が掛川に訪れるわけですけど、その日程についてご説明させていただきます。資料中段から下の点線に囲まれた中をご覧ください。まず3月13日に夕方4時、バチカン関係を除く一行が掛川に着きます。グランドホテルでお出迎えをする予定です。それから14日でありますけれども、午後2時に鈴木卿が掛川に着の予定です。それから午後4時ですけれども、ペーザロ氏、副市長、それから鈴木卿も含めて市長への表敬訪問ということを予定しております。それから夜7時からですが、鍵屋のグランドホテルで歓迎会を予定しております。それから15日でありますが、10時から掛川駅前北口広場で茶樹の記念植樹を予定しております。それから11時からは市内の視察ということで、掛川城周辺エリア施設をご見学いただきます。それからその日の夜7時からレクイエムのコンサートということになりまして、翌日9時半に掛川を出発されると、そのような工程を予定しております。以上です。はい、私にこちらです。次のページをご覧いただきたいと思います。今説明がありました、掛川市茶樹のですね、記念植樹についての概要を説明させていただきます。日時につきましては3月の15日の水曜日、時間が午前10時からですね、おおむね40分程度を予定しております。場所につきましては掛川駅北口の三分広場、発出所の前のですね、円形の花壇のところを予定をしております。樹種につきましては掛川家の内彩緑20本を予定しております。植樹者につきましてはペーザロ氏の副市長、それからモンテリーズ鈴木卿、あと、市長、議長、また楽団の関係者の方にもですね、記念植樹をしていただきたいというふうに考えております。また当日はですね、金冠30層、ということで、楽団の方のですね、演奏も予定しておりますので、ぜひ司会の方よろしくお願いいたします。これオリーブは植えないの？オリーブ、次に進めます。次は、です。オリーブの植樹につきまして、オリーブにつきましては、事前に農林課の方で、植栽で植樹を行います。場所につきましては、市役所の長崎神奈川の芝生の広場にございます。こちらに2本植樹する予定でおります。当日につきましては、駅前のお茶の植樹が終わりましたら、市役所の方へ移っていただきまして、というようなことで考えております。よろしくお願いします。続きまして次のページの別紙3をお願いします。歓迎会です。リクエムコンサートの前夜に歓迎会を開催します。日時は3月14日火曜日午後7時から柿川グランドホテルで開催します。次第につきましては3に記載の通りです。参加予定者は、ペーザロ市副市長、バチカン市国鈴木卿、オーケストラ総裁団員ほか、市長、市議会議長、新田正宏氏、市内関係企業等、総勢約100名から120名程度を今予定しております。続きまして、次のページ、別紙4をお願いします。レクイエムコンサートのご案内です。柿川市ペーザロ市姉妹都市交流記念事業として、レクイエムコンサートロッシーニ歌劇場管弦楽団来日公演を開催します。柿川市出身のテノール歌手新場正宏氏、それから東日本大震災で犠牲になられた方々への鎮魂の祈りのコンサートを開催します。また今年度結成された柿川シティコーラスとの共演でモーツァルトのレクイエムなどを披露いたします。日時は3月14日水曜日6時30分開場、午後7時開演になります。入場料は記載の通りで、SS 席と B 席は完売となっておりますが、S 席と A 席はまだ余裕がございます。会場は障害学習センターになります。ぜひ取材についてよろしくお願いいたします。
資料の 2-1 イタリア・ピエドルシー副市長とバチカン市国鈴木教のお書き直し訪問についての説明は以上になります。よろしくお願いします。続いて掛川お茶の間政権カレンダー及び引き出しの発行について教育政策室からご説明申し上げます。はい、教育政策室です。よろしくお願いします。資料番号の 2-2 番をご覧ください。今年度掛川市教育委員会では掛川お茶の間宣言を市民より募集し平成25年度に策定した掛川お茶の間宣言の第2弾となるお茶の間宣言を策定しました。そして今回お茶の間宣言に選ばれた作品に岩尾教育委員のイラストを添えたチラシというカレンダーを作成しましたのでご報告させていただきます。本日配布しました次のページの背景が緑色のものがこちらの方が仕出しになりまして、その次のページの方が、カレンダーに、なります。なお今回の宣言は、充電の掛川お茶の間宣言の、お茶の間のでの段々を大切にしたいという、考えをさらに広げていきたいという思いから、策定したものです。今後は、充電のお茶の間宣言と新たに策定したお茶の間宣言を普及推進していくことで豊かな広がりのある人づくりを、広げていきたいというふうに考えております。以上です。続いて主な行事について私からご説明申し上げます。お手元の次第 2-3 をご覧ください。今月は24件掲載させていただきましたが添付資料のあるものについてのみ、読み上げさせていただきます。5、掛川桜まつり、資料 3-1 をご覧ください。3月12日、10時から三の窓広場で行います。6、原子力市民学習会、資料 3-2 をご覧ください。3月14日、19時より大須賀中央公民館で行います。2名お願いいたします。8、妖怪原画展、資料 3-3 をご覧ください。3月15日から19日の間、中央図書館で行います。1、3月18日には妖怪チームがやってくるのイベントを開催いたします。13、掛川お茶の間お茶親善大使就任記念スペシャルコンサート、資料 3-4 をご覧ください。橋幸夫さんによるジャッキリ・ジャガロのコンサート、3月8日菊川文化会館アイルで行います。15、国際馬術掛川2017、資料3の棒をご覧ください。3月24日から26日まで妻恋乗馬クラブで行います。18、掛川の戦国時代と西郷の壺で、資料3の6をご覧ください。大田哲夫先生を講師に3月26日将来学習センターで行います。次のページをお願いいたします。19、中天神社例大祭、資料3の7をご覧ください。3月26日10時30分から中天神城跡で行われます。20、東海道西坂塾鹿野駅伝大会、資料3の8をご覧ください。3月26日9時30分開会式、西坂塾本陣跡をスタートおよびゴールとして行われます。21、平成29年度掛川市消防団入隊団式、資料3-9をご覧ください。4月2日9時45分よりサンリーナで行います。22、掛川市水道料金お客様センター外書籍、資料3-10をご覧ください。4月3日8時より坂川市内の水道部事業所玄関前で行います。23、遠州横須賀熊野神社大祭、資料3-11をご覧ください。4月7日から9日まで行われます。24、第12回掛川神社マラソン、資料3-12をご覧ください。4月9日日曜日8時45分開会式、スマートリゾートサイの里で行われます。以上でございます。ぜひ取材くださいますようよろしくお願いいたします。本日の記者会見の案件は以上でございます。それではここからは今月の管理者の SBS さんお願いします。まず、市長に話題提供いただいた、はい、プロモーションの関係なんですが、
ちょっと具体的なところを知りたいなと思いまして、共同市民会議は大体どのぐらいのペースでどんなイメージで開催されるのかなというのが気になったのと、あと今度レクイエムコンサートの時に、鈴木京と、フェザー氏の方に、大井大使の働きかけをされるということでしたけども、第1号はどのぐらいの時期に認定してどのぐらいのペースで500人に増えていくのかななんてこともちょっとイメージを知りたいなと。まず、はい、はじめのご質問のシティプロモーションの、まあ、開会回数ですけれども、今何回っていうところまで決まってはいませんけれども、まあ、1年目はできるだけ回数を増やして実施をしていきたいと、趣旨を説明すると同時に、いろんな主体の方に、独自にしっかり向いていけるような、まあ、そういうお願いあるいは仕組みも作っていきたいというふうに思ってますので、まあ、回数はできるだけ、多くといっても毎月やるっていうことは多分ちょっと無理ありますので、まあ2ヶ月に1回や3ヶ月に1回ぐらいのペースにはなるかというふうに思います。それから鈴木京には、まあ、内々の今お願いをしてきておりますが、改めて直接お会いした時にお願いをし、できればその時に、認定証のようなものをお渡しできればいいなと、バチカンまで行ってお渡しするというのはちょっと遠すぎますので、まだその辺の確定の情報はありませんけれども、まあ鈴木京モントリーゼ鈴木京にはバチカンの中で掛川茶をローマ法王に献上いただきたいということで、バチカンの中で、お話をさせてもらったという、これも、つながりが、しっかり私とできているというふうに思っておりますので、まあ、できれば今回来た時に、認定のような形で、お願いをしてみたいというふうに思っております。それから、この先いろいろ行事予定もあって、新茶マラソンも近づいて、妻声が気になるところなんですけど、はい、その後、HMI さんとのお話っていうのは、まあ、直接私がHMI の平さんとお会いしたということは、1月の段階でご挨拶に来られた後、お会いしていません。ただまあ、いろんな方が妻越の、まあ、組織をの中に入って、まあ、仕事をする方は何回かお見えになりましたけれども、ただ具体的にこうだという話はですね、妻越のを HMI さんがどういう形でこれから進めていくのかという具体的なところをお示しいただいた段階でですね、まあ掛川市としても協力できるものについてはですね、しっかり協力をしていきたいというふうに思っています。まあ、具体的な内容があります。ただ新茶マラソンはですね、もうあそこでやるということでありますので、それから、一番のオープニングセレモニーが4月何日だったのか、24日ですか。かなり大々的にやりたいという意向は聞いて、おります。まあ、いろんな方をお呼びして、開催を、まあ
そういう意味では、あの H&M もこのつまごに対する、これからの、まあ、発展といいますか、今よりも、集客力を高めようという、そういう意気込みは非常に感じて、今大体60、年間60万人ぐらいですか、65万人、まあ、これを、まあ、私の方もですね、まあ、100万人ぐらいになるような、そういうつながりになれば、掛け橋にとってもですね、大変嬉しいことだというふうに思っています。まあ、いろんなイベント等についてもですね、掛け橋からもしっかり情報発信を。で、先ほどあの、行事予定の中で説明をしました、国際馬術、大会があるわけですけれども、これ15番ですけれども、掛川市民がこの馬術大会というのはほとんど知りませんので、そういう意味ではですね、まあ、これからは、まあ、掛川市民にも関心を持ってもらうようなです、ね、そういう情報発信も、まあ、掛川市としてもしっかりしていく、まあ、そういう意味で、あの、スポーツ振興課を改めて教育委員会から市の教育の市民共同部の方に、新設をしますので、いろんな形で妻乞いの情報発信についてです、ね、積極的に書きました。関連して応援対策ということで、水道局から区市長から総裁と、この3名の方にということで出てくださっている、この当日お見えに来されるから、その日に考えているということで、ただ、まだ具体的に向こうから承諾を得たという話は、承諾は得てませんけれども、もう働きかけはしてます。で、あの、副市長ではなくて、市長になっても、市長がいやいや、副市長が来られますけども、だから、市長に渡されて、市長になってくださいということです。うん、で、副市長に、まあ、その時に、まあ、認定証を渡せればいいなというふうに思います。3人の方でいいんですか、今のところ、現時点では。直近はそうですね、今のところ。これから、まあ、100人を目指して。この前市長のあの話だと、1号は鈴木教と話があったけども、1号、2号、3号が続けてるっていう感じ。あの、鈴木教は少しランクアップして名誉大使ということで、ちょっと、まあ、1号という言い方ではなくて、そういう形の位置づけにしたいということで、今、大使館の方と話をさせてもらって、この場合は間違いなく、この歓迎会の席上ぐらいにお渡しするっていう、いや、それができれば一番いいというふうに思ってますが、心づもりで私としてはそう、こういうこと。すみません、あの、共同による町づくりの話なんですけど、ね、はい、市民共同部を新設っておっしゃったじゃないですか、はい、これってあの、市の職員が常駐してるんですか。市民共同部は例えば、今、逆政策部があると同じようなものを、うん、組織として、あの庁舎のその職員、あ、もちろんそうです、市の職員、これそうすると、市民生活のなんか質の分野で、文化とか観光とか人の交流を作るために、はい、申請するって話なんですけれども、はい、窓口になる感じ、窓口にもなりますし、一緒に市民の皆さんと共同して、それらの交流促進を図ったり、課題解決を図ったりという。なんかそのじゃあ、その共同部の部員さんに市民もこう入ってくる感じの、あの、職員としてはもちろん入るわけではありませんけれども、今、まちづくり協議会とか、いろんな組織ができていますので、まあ、そういう中に、職員を、まあ、専門的にこの分野、この地域にこういう職員を派遣、常駐ではありませんけど派遣して一緒になって課題解決に当たりましょう。それから
ではその共同部の職員がその市民の例えばそういう要請に応えて出かけていくようなそういう感じ、まあそういうイメージ的にはそんな感じなんですか。ちょっと課長、僕の説明で、はい、その秘書の説明の通りですけど、あの組織としてですね、今あの企画政策部の共同推進課がですね、司令塔になって全庁に共同のまちづくりを推進をしています。で、来年度からはですね、新たに市民共同部を組織をして、そこが、市のそういう共同のまちづくりの、まあ、司令塔といいますかコントロールタワーになって、その中で共同推進課、それから、市民がですね、共同っていう視点で活動を共にしたいような文化振興ですとかスポーツですとか観光ですとか、そういったものをですね、一つの部に集約をしたというようなあの考え方で組織化をしました。うん、はい、応援大使は既存のなんとか大使とかお茶大使とかそういうのは残してるんですか。一応ですね、すぐ辞めてということでは ないというふうにしたいと思っています。で、あの、ハンガリーの国立歌劇管弦楽団のコンサートマスターをしている長尾遥さんなんかは、お茶大使にもなってもらってますけれども、私は今回のものにもある意味では両方兼ねてもらうようなことも今の段階ではまだ決定事項ではありませんけれども、そういう自前看板もお願いしたいというふうに思っています。お茶大使今結構いるんですか。大島司さんとかそういう方がいましたよね。はい、でそういう方たちには基本的に今当面は両方の看板をそうお願いするような形のイメージになります。はい、あとはどんな方を想定しているんですか。基本的にやっぱり掛川と何らかの関係がある企業ので、まあ、海外で、活躍されている人とか、あるいは姉妹都市の関係の方とか、まあ、全くつながりがないという人にお願いするということはできませんので、いろんな行政、企業、それからいろんな組織の関連のある人にお願いしていくというふうに思っています。海外中心ってわけじゃなくて、まあ、国内でも地元出身の有名人とか、もちろんそうです、ね、まあ、私は海外50人、国内50人というふうに職員で議論したときにはいましたけれども、海外50人が確保できるようなですね、少しハードルは高いかもしれませんけれども、半々ぐらいのことを考えます。地元で工場がある企業の社長さんもちろん、はい、お姉妹都市とか、あるいは地元の外資系の企業がありますので、まあ、そういうところの、まあ、社長にはお願いするということでありますが、ただ、社長になるかどうかは分かりません。選挙ありますけど、どんなテーマを訴えて。それは別に個別にさ、クラブとしてはまた申し訳ございません。ありがとうございました。それでは以上で定例記者会見を終了させていただきます。次回の定例記者会見は4月7日金曜日9時30分から予定しておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いろいろありがとうございました。